さんこんにちは、ななちゃんです。はい、金曜日の午後です。午前中雨が降ってたので午後に出てきました。ちょっとここは遠くに来ております。前方に氷川神社が見えてまいりました。氷川神社うちから結構遠いところです。ついにここまで来てしまいました。もうナナが行きたいって言うんでこっちの方まで来てしまいました。帰りが結構遠いです。一休みして帰らないと思う。はい、氷川神社です。地元で一番大きい神社かな。地元っていうか相模原市内で一番大きいかな、2番目ぐらいかな。よいしょ。入っていいのかな、ワンちゃん。じゃあ行けないとは書いてないかな。来たついでにお参りしてきますか。ななちゃんと初めて神社に来ました。初めてのお参り、ななちゃん初めてのお参りです。行こう。稲荷神社があるので稲荷神社に行きます。供養かな、これは。これは子供に恵まれない人の
うちは恵まれてるから大丈夫だ。何？帰るよもう。最高。何？何がそんな。帰りますよ。いいか、いいか、いいか。行こう。何がそんなにいいの？居心地がいいの？原田ちゃんは。連休中の七散歩です。月曜日の午前中です。29日です。4月の29日久々の七散歩でございます。風が吹いてしのぎやすい感じですね。気温は24度ぐらい、3、4度ありますけど、まあ、散歩しやすい気温ですね。そっち側だよ、こっちこっち。5月6日連休最後の日の七散歩です。曇りで風が強いです。アリオの、敷地内に入ってまいりました。今日は気温22度ぐらいでね、しのぎやすいです。暑くも寒くない、寒くもないという、しのぎやすいです。適度な風でね、涼しいです。散歩にはちょうどいい。はい、行きましょう。ナナちゃん、またいこう。アナの毛がないです。サマーカットにして柴犬みたいです。柴犬か羊サマーカットで。今日はね、朝ごはん食べて出てきたんですけど、それでも腹が減りました。今12時、ほぼ12時ですけど、お腹すいた。はい、7日火曜日の午前中です。今日は雨で、ななちゃんが退屈なのでちょっと遊びに来た、遊んであげに来ました。はい、8日水曜日午前中です。非常に蒸し暑いです。
25度もない、22度、20度ちょっとしかないのに蒸し暑いです。今日は木曜日のお昼です。先ほど気温17度ぐらいだったんですが、今太陽が出てきたらなんか急に暑くなってまいりました。日差しが強いです。ちょっと前まで寒かったのに太陽が出たらもうガンガン暑いんですけど、厚着してきちゃったね。行かない。はい、金曜日、5月10日金曜日の11時過ぎです。気温は昨日より6度ぐらい高く、暑くもなく寒くもなく心地よい風が吹く晴天の日です。とてもいい天気です。散歩には最高の日です。湿気もなくですね、気持ちがいいです。すがすがしい感じですね。まあちょうどいい、ちょっと涼しくてもいいくらいですけどね、7センチね。でも、まあ、このぐらいまでだったらなんとか。これから暑くなるとね、ちょっとしんどくなりますけどね、マナちゃん。まあ一応サマーカットしてますしね、今日も。ご覧のように。まあ柴犬のように短く刈ってしまいましたので、涼しいと思います。はい、今日はかなり遠くまで来ております。今日は6キロぐらい歩くんじゃないかな。結構遠くまで来てます。付き合いましょう。